通宝山弥勒寺本堂前にある案内板です。赤松義則によって再興された本堂は、南北朝時代の様式を備えており、国指定重要文化財です。ご本尊の弥勒仏は、長保元年の造像名があり、造像名を持つ仏像では、兵庫県域最古の仏像とあります。